国鉄石6000経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した石炭車である。1968年に岡山鉄道管理局に配置されていた石3000十65両を改造して本形式が誕生した。改造内容は台車を TR41 バイトに変更以外は、 表記の書き換え程度であった。本形式が誕生するきっかけは、脱線事故防止のため1969年12月より、石炭車の石車時の最高速度を時速6 5トルから時速5 5トルに変更することになったためである。ダイヤ上余裕のない山陽本線では、死傷が発生するためそれを回避する目的で、本形式が制作された。 このため改造の重点は台車のみに止められた。台車の枕羽根を従来より柔らかいものに変更し、レールへの追従性を良くした。種車である積3000系の台車形式は2種類あり、これを TR41 バイトに改造した。区別のため TR41A より改造したものを TR41 バイトと呼び TR41。 C から改造したものを TR41 バイトとした。改造は配置局単位で行われ、岡山鉄道管理局に続いて、広島鉄道管理局、文字鉄道管理局と続いた。ダイヤ上では、比較的余裕のあった北海道地区でも、脱線事故多発により、本形式への改造が実施されることになり、1970年までに合計1509両が、 国鉄工場にて改造された。予算の都合上赤3000系の全車を改造することは叶わず、赤3000型も継続併用使用された。北海道地区では本形式と赤3000型が入り乱れて運用されたため、最高速度時速 65km が発揮できずに、列車として時速 55km に制限され、せっかくの本形式の機能が活かされることはなかった。 赤社時の最高速度は時速 65km となったが12月以前と同じ他の貨車より低速であったため記号番号表記は特殊表記符号、牢前地し、路石と表記した。また、これを示す黄色の帯が車体に巻かれ、北海道地区で運用される車両は黄色で、動外禁止の文字が入れられた。 タネ社の製造ロットによる多少の違いはあるが全長は 8750mm、全幅は 2720mm、全高は 3365mm、台車中心間距離は 4900mm、自用石は36.3立方メートル、自動は15.0トン、換算量数は積車4.5、空車1.6であった。 1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に536両が車席を継承された。1998年度に最後まで在籍した車が廃車になり形式消滅した。解体は何は貨物駅にて行われた。ありがとうございます。